末と思わぬところで頭をぶつけ出し、つまずいて転び大けがをすることがありますので、絶対に不審者に当たらないようお願いいたします。また階段は傾斜が急な坂になっております。滑り落ちて怪我をすることがないように、上り降りの際には必ず両手で手すりをご利用ください。上甲板の男性用と女性用